指示を待ってるよ。これでも食らえ。準備はできている。雷影先陣。レバーレの精霊よ、我が祈りに耳を傾けたまえ。いつでもご加盟く。流星雨とかし断影跡を止め。全隊員ごきげんよう。ディエンと申します。うろうろしてどうしたの？何を探してるの？書類整理は。あ、すみません。流星雨とかし断影跡を止め。雷に打たれよ。若者に手を出しよって。ビゴーニャです。目標が指定場所に到着しました。我が目にして光を残し。行け、風の行く方へ。我が目に光を残し、影をとどめ。目標が指定場所に到着しました。形をとどめ、像と数。我が目に光を残し。今回の調査で得られたものは、レガート。モルツボがご指示を。僕の 100% 衝撃パンチを食らえ。ああ、音楽は見えずともそこにある。アッチレランド。
山国女王陛下の真意。ああどうも、俺は灯籠よ。各クイズです。黒曜から来ます。あ、今は喋れるんだった。裁量重工のマルスだ。プリスです。製造番号 MSP。 我こそは深淵を覗きし者。どうも、あたしは遠距。照明、音響、スタンバイ。捕らえて食い散らかすんだ。ビートに合わせて。この盗っ人どもめが。雷に打たれよ。私たちのような人間が。はじめまして、リディアと申します。どうもどうも、モフフと申します。銀貨半分の取引でも真剣に対応しますわ。この感覚、次のアルバムのインスピレーションになるかもしれません。雷に打たれよ。皆様のお気持ち、ありがとうございます。フワはお茶を出して。しばらくお話ししませんか。本当にいい香り。昨日見かけたのは私の情報のバイヤーでしょう。聞いたことないかしら。オプストン魔法店で売っているのは棚に陳列された商品だけじゃありませんの。でもそれはあくまでも非公開の取引ですの。私たち二人だけの秘密にしてもらえます。
いいね、とっても元気。何事か。指示を待ってるよ。見る目がありますね。未知の挑戦ですね。雷に打たれよ。何かご用で。オチをつける前に落ち着いてもらいます。これでも食らえ。何かお手伝いできることはあり、一緒に何かしませんか。静かに。望むところだ。この雷を超えられるとでも。私はずっと満身創痍ね。かわいそうに。手伝ってほしいの？ごめんね。この盗っ人どもめが。いいね、とっても元気。まあよかったね、無事に帰ってこられて。質問なんだけど、週間報告に回廊探索と書く場合、内勤と外勤のどっちになるんでしょう。私は母さん。どうも、カロン油の配達員。たまに寝言をおっしゃるのです。何とおっしゃったかって。知りたければ情報と交換できるものはお持ちですか。一緒に何かしませんか。何かご用でしたらお呼びください。オチをつける前に落ち着いてもらいます。ヒートに合わせて。この盗っ人どもめが。そばにいますわ。静かに耳を傾けて、この効果の快音に。簡単な魔法ですわ。気に入ったのですね。知りたければ情報と交換できるものはお持ちですか？